ね、そんなわけでメキシコワールドカップ予選、まあ、二次予選、日本は突破し、香港も破り、さあ次は宿敵韓国と。当時やっぱめちゃくちゃ高まるものがあるシチュエーションだったんじゃないかと思うんですけど。いや、韓国はそうでしょ。やっぱり日韓戦となったら、やっぱりこう負けるわけにはいかないみたいな。でも韓国の方が力的には上みたいなところがあったからね、その当時はね。その前のそれこそ、この間話してたチャムシルでは勝ったけど、でもまあ相手もそこそこベストメンバーではないだろうみたいなところもあったし、なんかこのワールドカップ予選で、あと一回、まあ、韓国とホームアンドアウェイでやって勝てば、ワールドカップいけるんだみたいな、感じの試合ですね。当時、東アジアの代表枠が1なので、この 勝った方そうでしすかいけね。ないっていう、めちゃくちゃシビアな状況の条件ですよね。いや、俺的にはもうなんかそこの韓国とその出場権をかけて戦うっていうところまで行ったっていうこと自体がもう俺的にはもう感動的なことで、そもそもあの時代でだって香港だって強いって言われていて、で、北朝鮮も強い。で、その2チーム倒して、いよいよこれ韓国まで来たっていうだけでもう、そら、興奮のボルテージはすごかったよ、もう。本当に。すごかったんでだ。も、なんですか、相当なボスを倒したと思ったら。そう、そう、ラスボスがだから韓国だから。でも、もう韓国当時、プロ化しちゃってましたもんね。それやる前からやっぱ相手プロだぞあ、みでたもいそういうな意のはあっ識たとがあっはた。思うな。やっぱり強いっていうイメージがすごかったもんね。それこそなんか対峙する相手をすごく研究してたのもすごく思い出としては残ってるし、まあ、トップ早い強い、チェスノとかいた時だから、やっぱりね、相当研究したよ俺、相手。当時の日本代表メンバー、キーパー松井清隆、ディフェンス松木安太郎、加藤久、石上、都並、中盤西村明宏、宮内聡、水沼貴史、木村和司、で戸塚哲也に原博実と。衝撃のメンバーですね、これなんだよ、も。それ。なんで衝撃のメンバーって。いやいや、だって原さんとか松木さんが入ってるんですから。いやいや、入ってるでしょ、その時代的に。いや、もう本当これね、僕にとってもこれ、日本代表の原点なんで、もうこのチーム。戸塚哲也がトップやってて、原さん左のウィングなんだよね。ああ、そうそうだよ。なんですね。原さん大体外にいる。真ん中だとキープしなきゃいけない。ああ、なる何そほれな。ど。なんとなく 水沼さん、それ笑いながら言っちゃダメでしょ、それ。いや、笑いながら言った方がいいでしょ。いや、これね、これいずれ秋季予備校でやろうと思ってるんですけど、80年のイタリア代表、ワールドカップで優勝したイタリアあるじゃないですか。あれとね、同じ並びなんですよ、これ。そうなの？イタリアって3トップなんだけど、右のウィングはちょっと引き気味で、左のウィングって第2ストライカーなんですよ。誰だった？その時はグラッツァーニってやつがやってて、センターフォワードのロッロシシだったんですの。けど、で、右が僕の大好きなコンティなんですよ。じゃあ俺、ああ、コそうンか。ティってこコと？ンティ。そう、だから水沼さん、だから俺が、だから水沼さん好きで、だからコンティのポジションやってる人なんですよ、水沼さんって。で、それでも、コンティがいなかったら俺を好きじゃないってことじゃん。いや、そんなことはないですよ。そういうことじゃないんですよ。それで、カズさんのポジションにアントニオリンっていうアね、ントニオに。いがいて、で、宮津さんと西村さんのところには、オレアリとタルデリっていう選手がい俺やりて、とタルデリ。いいそね。うなんですよ。松木さん、ジェンチーレなんですよ、だから松もともと。木さん、ジェンチーレ。まあ、でもこういう感じちょっと似てるかもしれない。いや、で、津波さんはカブリーなんですよ。いいじゃん。津波いいじゃん、カブリーに。そう。で、Q さんはシリアス。で、石上さんが転ばっていって、僕の中で、頭の中でずっとそれがあって、ああ、水沼さん、コンティと一緒やん。キーパーだよ、ゾフ。キーパーゾフですよ。でもそ松れ井は、ゾフっぽどいし。の松井ですか？で、それはだから、森さんとかに聞いてみないと分かんないですけど、やっぱりちょっとそのイタリアとかの意識してたのかどうかっていうのは、聞いたことないから分かんないですけど。俺たちそれを知らないね。あ、知らない。でも原さんが左ウィングやるってなんかピンとこない。来ない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 。ね、確かに。
普通みんな原さんって多分セッターフォワードだよなって思ってるじゃないですか。でも前から行くとさ、例えば、うん、まあ津波がオーバーラップしてる時っていうことは多分原さんはもう外にはいないってことでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ。ということは中に入ってきてるってことだから、うん、まあそこからは原さんは中に入ってきてプレーできる。でも、うん、普通のノーマルの形で言うと俺から原さんみたいな感じなのだよね。ああ、そうですよね、そうですよね。木村和司からのスルーパスを受け、ワンタッチでクロスを上げ、うん、原博美ヘディングみたいな。ヘディングみたいなね、うんうんうん、まあ、あとは真ん中徹夜だ、戸塚だから、まあ、そこはキープできるみたいな、うん、そんなポストプレーしてね、まあイメージはそんな感じじゃないですか、うん、でもなんか 逆に来られたんですよね。俺たちカウンターだみたいな多分意識でいたんだよ、ね、多分あの森さんも言ってたと思うけど、韓国のが絶対にボールポジションで上回って来るだろうと、うんうん、で俺たちは、まあ、逆にそれをボール奪った時にカウンターだみたいな多分意識でいたんです、うん、ただ展開が逆だったんだ、うん、韓国は俺たちに持たせたんだよ。ああ、そうだ。それってだから韓国は作戦なんですよね。そう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 、そういうことなんで面食らったんだよね。カウンターじゃんみたいな。日本が第一線ホームですもんね。それだからアウェーっていう意識があったのか、それかその方が俺たち勝ちやすいって思ってたのか、そこら辺分かんないですけどね。分かんないね。どうなんですかね。でもね、並びを変えたのは韓国なんだよね。ディフェンスラインの、うん、俺に対峙してるやつはそんなに1対1の強いやつじゃなかった。あ、そうなんですか。そう、あれでも水沼さんを研究してたじゃないですか、韓国は。だからその前の俺がそいつだと思ってたやつが来なかったんで、トイメに、うん、へえ。ストッパーだったやつが来たんで。あ、そうか、そうか、より強いやつじゃないですか。そうそうそう、ストッパー12番のやつなんだけど、うん、それが来たの。お前オーバーラップしなくていいぐらいの感じで、ね、そう、それでもう大体疲れてるの。ああ、で残念ながら完璧っていうぐらいに止められた俺は。そいつなんて選手でした？名前忘れた、12番。後々に日韓戦かな、なんか OB 戦みたいなのがあった。OB 戦ね。あったんだよ。鹿島でやったやつ。そう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 。ああ、はい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 。あったでしょ。あの時になんで俺の相手は違ったんだって聞いたんだよ。うん、パクキャンフンかなんかに聞いたんだ。パクキャンフンが多分来てるはずか、なんか。まあ、喋れたっていうか仲良かったっていうかそういう感じだったので、うん、なんでそいつだったんだって聞いたら、一番強いやつをお前に当てたんだって言われた、うん、ああやっぱりね、もう研究されてたんですよね。なんだそういうことかよみたいな。いやでもまあある意味それを俺が突破できず、うん、まあ、劇的なカリスさんのフリーキックとか生まれて、うんうん、だけど、まあ、これも先に言ってしまうと、その次の試合は俺と右サイド、まあ、全然ダメだったので松木さんはメンバー外になるわけだ、うん、え、松木さんも？そう。あ、そうなんだ。だからまあ右サイド完全に抑えられててっていうのがあって、あ、すんげえ悔しかったんだけど、あ、まあでも和志さんのフリーキックが入った時には、お、これいけるかも、来たかもみたいなところはちょっとあったね、うん、先に2点先行されてるところで和志さんの起死回生のフリーキックみたいな感じですよね。そう、なんかカウンターみたいな形で2点取られてる。石上さんのクリアがなんか相手にいっちゃって、ドーンって打たれて、津波がこうやってゴールの中でジャンプするんだけど、そう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 、だけどこう入っちゃうみたいな、入っちゃうみたいなね、すごいシュートでしたもんね、うん、そう。いや、しかもあの試合ってチェスホーがやたらの津波さんの背後のスペースに流れてこう起点になるシーンが多いんですよね。だから津波がオーバーラップってもう分かってるわけでしょ、うん、で津波がついてるウィングだからビョンビョンジュっていうやつで、ビョンビョンジュって速いやつじゃん。そうで、あいつら仲いいんだよね、津波とビョンビョンジュ。あ、そうなんですか。それだけにもうやり合ってたので仲良くなっちゃった、仲良くなっちゃった。面白い。でもでもビョンビョンジュはでもおとりに使われたわけですよ。いや、ね、そういうことだよな、うん、だからそこ、ね、だってカウンターを、うん、2点目がカウンターか、いても、うんうん、でそのクリアした時も右サイドからのボールがクリアして、うん、まあ、津波ゴールカバー入って入ってるわけだし、で2点目のカウンターも日本でいう左サイドを突かれて折り返されて、で戻りきれずみたいな感じでやられてるので、まあ、多分相当研究してたな、うん、だってわざわざだってマーク変えて水沼さんにぶつけてきてるんですから。そう、もう攻撃参加は完全にもういらないっつって、もお前止めるだけだっていう話になるわけですもんね。覚えてんだ、そのぐらい。あと和志さんがシュートを決めた後に、俺一応こうちょんと横に流されたボールをパワーっていうか、もうストレートで打つような要因だったので、うん、和志さんの横にいるんだよね、うん、でもなんか蹴る素振り全然なく俺立ってんだよな。
蹴る気ゼロだったっていう感じです。絶対俺には来ないだろうって。でも一応立ち位置ここだから立っとくかみたいな。いやなんかね、あのドーハの悲劇の後かなんかに韓国の関係者の人のなんかコメントなんかで読んだんですけど、うん、もうとにかく日本にはワールドカップに出させたくないって話をずっとしてて、出ちゃうと絶対強くなって俺らの強力なライバルになっちゃうから、うん、それだけは絶対に避けたいって言って、だから多分その思いは多分あの試合でも当然ねあったからこそ、うん、ガチガチに対策を練ってきたわけですよね。いやそうだよ、だってそれだけ評価されてたってことですか。チャムシルで俺たちが勝ったからね、やっぱりその前にね。そうですよね。そういうのもあって、まあ、相当そこは研究され、対策はされてたんだよね、うん、きっと。されてたってことですよね。それはでも逆に言ったら名誉なことでもあるんですよね。いやそうそうそう、そうなんだけど、それをまた凌駕するっていうことができなかったっていうのが、まあ、情けないっていうか。いやいやいや、でも。韓国だって当時強かったっすもん、だって、いや強いよ。でも韓国とまあほぼマンマーク気味に当たられるわけじゃない、ね、大げさに言うとさ絶対疲れてるんだろうなっていうぐらいに息遣いをしてるわけだよ。だけどキレとかには自信があったわけだよ俺も、うんうん、だけど切り返したりこう縦フッと抜けたりとかしてもなんかついてくるんだよね。なんだ疲れてんじゃないのかよって思いながらついてくるんだよ、うん、執念で、ね、執念で。いやほんとそう。いやあの韓国って結局ね本大会に出て、でアルゼンチン戦とかでもマラドーナにマンマークでめちゃめちゃやってましたよ。あそうそうそう、多分そいつじゃないかな、俺が疲れたやつが。しかもラフプレーギリギリぐらいの、まあラフプレーだな実際は。そんな勢いで行ってましたし、うん、実際あの大会でグループステージでイタリアとやるんですけど、うん、3対2ですからね、うん、チェスホーとかもイタリアから決めてんですから、ゴール。いや強くチェスノーとかもやっぱスーパースター的な存在だったよ、うん、スーパーでしたよね、うん、足速いし大きいし体強いし、しかもオランダでやってたやつ一人いたじゃないですか、レギュラーじゃないなかったの。いた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 、ね、いた中盤で、うん、いた。名前忘れちゃいましたけど、あこんなやつまでいいんだと思って、で俺らは分かんないから素人だから、うん、あれ奥寺さんとか呼ばねえのかなってすげえ思ってて。だって奥寺さんはブンデスリーガでルンメリガとかと1対1で止めてる人だから、え奥寺さんいたらこれ強くねって思ってたんですよ。それも聞きたかったですよ。あのウィキペディアを読むと当時海外組を呼ぶっていう発想自体が当時の日本にはなかったって書いてあったんですけど、やっぱもう向こう行った人は全日本入らんもんだっていうイメージだったんです。どうなんだろう、うん、それは水沼さんたちはあんまり知らない話なの？知らない。だって後々奥寺さんは石井さん代表の時に石井さん来るじゃん、うん、来るじゃん。来ますよね。ああまあ日本にも戻ってきてるかもしれない。戻ってきましたからね。ああ、うん、なかったのかな、うん、発想が、まあ、お金もなかったっていうのもあるかもしれないですけど、はい、あでもそういうのはあるかもしれない、ね、いやでもね86年のそのメキシコワールドカップの時にメキシコもウーゴ・サンチェスが一人だけあのスペインのレアルで得点をね4年連続かなんかなってたんですけど、でもあいつもあんまりこう招集されてなかったんですよね。だけどまあエースだから本大会に戻ってきたんですけど、テストマッチとかでもあんまり試合やってないからあんまうまく溶け込めてなかったのはありましたけどね。まあ今ほどね大陸間の移動楽にできる時代でもなかったっていうのもあるでしょうしね。ただ僕ら素人からしたらブンデスリーガーって当時ヨーロッパの最高レベルのリーグで、しかもルンメニアでバロンドール取ってるようなね、2年連続バロンドールやってる人と長丁発信の攻防をやってるこの奥田さんが、まあどこのポジションか分かんないにしてもね、なんかいたらさらにパワーアップしたのかなってね、うん、思ってたから。え水沼さんたちはそういう感じなかったんですか？奥田さんいたらなとか。全然なかったと思うな。あなかったんだ。なんかあのチームはある意味出来上がってる部分があったと思うな、うんうん、ああそうなんだ。結束力っていうか、うん、ファミリーみたいなね。そうそうそう、森ファミリー。だって、うん、哲也もなかなか呼ばれずに後の方から来たんじゃないかな。ジョージさんとか多分2戦目ジョージさん出てんじゃない。そうです確か。まあでも 2戦目の時さ、それこそ、うん、俺と松木さんは水運んだりもうそういう仕事をやってて、で多分相当出来が悪かったっていうこともあり、相当俺はその時森さんを恨んだのね。あなぜっていうふうにすごく思ったし、ただ、まあ、自分の、まあ、不甲斐なさも感じたけども、まあ、絶対に1戦目のリベンジは次果たすみたいな形でいたのに、
メンバーも入れず、まあ、チャンスも失ったっていうことで、本当に悔しくて、まあ、森さんを本当に恨んでた時期があった。うん、だけど、まあ、それも後々は、ああ、やっぱり勝たなきゃいけないっていう、そこの状況で、うん、やっぱりいろんなこう選手選考を考えながら、俺は外されて、違う選手が、うん、まあ、柱は結局は、ウィングで出たんだけど、そこの時は、まあ、哲也が、まあ、哲也かな真ん中、うん、原さんと、まあ、同じような形でいて、うん、俺のところが柱が入って、うん、で、相手は違うやつをまた柱にはつけた、うんうん。俺がやったやつじゃないやつを戻したんだよ。うん、ああ、なるほどね。もともとのやつを。そう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 。まあ、もし戻るんだったら、まあ、俺もいけたかもしれないし、同じ相手が来るんだったら、また違うときにはウィークができるはずだから、うん、そうですよね。勝負できたのになーっていうふうにはすごく思ってた。で結局 1-0 で負けるでしょ、うん、0-1 だよね、うん、でそれもハーフタイムに交代したコシダが途中から出て後半に多分入れられるんだけど、うんうん、なんかボールのクロスみたいな憶測誤ってこう食いついちゃって外されてゴール決められるみたいな、うん、ホジョンブが決めてます。そう、だからそういうホジョンブだ、オランダホジョンブですよ、オランダのやつやつ。そうそうそう、あ、そっか、ね、でも森さんは水沼さんにそのメンバー外っていうのは何の説明もなかったんですか？なかったね。あ、なかったんだ。俺スタンドから見てたもんね、それ。俺、コシダと仲良しだったから、うん、被った瞬間に、うわっって思ってね。やったって。やったってね。で、あいつも、いまだにそれはずっと、まあ、頭を引きずる。そう、引きずってる。そうですよね。一回こう行ったがためにこうやられるっていう。まあ、でね、もう一個聞きたかったのは、うん、韓国に勝てば、ワールドカップに行けるっていうシチュエーションじゃないですか。でもそれって水沼さんたちってどのぐらいリアリティがあるもんだっていう認識でこう臨めたんですか？まだ夢だろうな、多分。俺は夢だったな。なんか現実的にはちょっとまだ考えられなかったっていう、まあそういう多分甘さはあったな。人生を変えられるとは思ってたよ。うん、勝てばね。そう、うん、まあ、自分たちもまあその当時はもう食卓みたいな形になってて、ある意味ちょっとプロっぽくやってたから、これから例えば日本のサッカーがワールドカップ行って、まあ、オリンピックも行けてない、ワールドカップも当然行けてない、うん、これで日本のサッカーがワールドカップ行ったらサッカーの人生も変わるし、まあ、俺の人生も変わるし、それこそ日本全体も変わるしみたいなぐらいな気持ちでは思ってた、うん、だけど夢かもっていうふうにも思ってた。なるほど。あー、そうか。リアリティのある目標ってよりもちょっと漠然とした夢みたいな、そんな感じだったかもしれないね。水沼さん、でもあの試合ってあの NHK で放送されたやつはあの後で振り返って見たりとかしました？試合。あ、見た。最初の試合は見た。で2戦目は多分見てない。あ、で、あの山本さんのあの最初の有名なオープニングあるじゃないですか。あの国立の青い空が何とかなとか、うんうんうん、で近づいて見えるようですみたいな、うんうんうん、ってことは水沼さん的には近づいて見えてるようです、そんな近づいて近づいわけでもないみたいな、うん、近づいてるっていう多分実感はあるんだけど、それが本当に夢の世界に近づいてるみたいな感じだよね、うん、なるほどな。それだから水沼さんのコメントがすごくやっぱりリアリティがやっぱりありますよね。でも甘いんだろうな、それじゃあ、うん、きっとそれこそ本当にリアルにそこの世界を考えていれば、うん、もっと違う対応の仕方があったかもしれないし、うん、いくら研究されたってそこを凌駕するぐらいの自分の力を出さなきゃいけなかったかもしれないしっていうのはやっぱり思うよね、うんうん、だからそれぐらいやっぱりその本当に出るだけでも大変っていうまさに状況だったじゃないですか、ずっと日本は。そもそもだってね、そこの手前で今まではねなかなかこうチャンスもなく、ここ勝てばっていうところまでそもそも行くだけでも大変だね。だからそれこそ北朝鮮とやった時もさ、まあ、いろんな話をここでもしてきてるけど、うん、北朝鮮とやった時も日本でやったアウェイやって大変なことを経験して帰ってきて、うん、で香港戦でもそれこそイングランド系の人たちがいて、うんうん、まさかまあパワーもあるし、やっぱり香港もまあある意味プロだから、うん、やっぱそういうところで、うん、やってる選手たちもいるし、うん、で韓国ももうプロ化してて、うん、まあ、選手たちも揃ってる。だから日本がまだまだ
それこそ夢にしか考えられない状況で選手は食卓にはなってるけど俺たちだけだみたいなところもあるから、あ、読売クラブと日産だみたいなところある。そうですよね、そうですよね、それ以外ともちょっとギャップがあるってことですよね。やっぱりそういうのはあったのかもしれないよ。なんか戻りたいよね、やりたい、まあ、そうですよね。いやね、だから僕それなんかなんでそう思うかっていうと、あの他の日本以外の国々もいっぱいあって、うん、でいい選手も、まあ、僕オタクだからいろんな国のいっぱい選手知ってて、うん、でこの選手ピンでやったら全然そのトップレベルでも引けを取らないみたいな選手がいっぱいいるから、うん、でこの選手がいる国ってワールドカップで見れねえかなって期待してもやっぱ負けちゃったりするわけですよね、うんうん、やっぱ国としてのその伝統だったり、うん、11人がやっぱちゃんと揃ってるか揃ってないかとかいろんなその問題がやっぱりあるじゃないですか、うん、であの日本代表ってそれこそ和志さんだ水間さんだってすげえいい選手いっぱいいたけど、総合値でこう見た時にやっぱ韓国の方がやっぱ強いかなっていうのはやっぱ試合見ててもなんとなく僕らもやっぱそれは感じてたから、うん、でも勝負事だから分かんないですよね、勝ち負けは。そうなんだよな、ね、本当にそうなんだよね。だ2回チャンスあってワンチャンあるぞっていう状況までいってること自体がもう俺らからしたらもう興奮状態だから、うん、だって北朝鮮だってはっきり言って俺韓国よりあの時の北朝鮮が強いんじゃねえかと思うぐらいすごかったじゃないですか。でもその北朝鮮にもねチャンスをつかんで勝ってきてるんで、これもしかしたら韓国に持って期待をこう持ちながらやっぱ見てたから、でも終わってみるとやっぱ韓国強いかっていう風にね僕らはこう感じてたけど、選手たちやっぱどうだったのかなっていうのはすごくね、うん、感じるし、まあやっぱりこう前の方の選手たちの考え方と後ろの方の選手たちの考え方とはやっぱり多分違ったりしてるとは思うんだよね。やっぱりこう耐えながら前取ってくれみたいなところもあるだろうし、でそこ破ってくれよってずっと後ろの人が思ってるかもしれないし、まあ、前の方は前の方でそれやられちゃうとかって思うこともあるだろうし、でもあのチームってこうお互いがやっぱりなんだろうな、こうリスペクトし合ってるっていうか、そういう認め合ってる部分がすごく多かったのね。でやっぱり森さんっていう存在がすごく大きくて、やっぱり森さんが選手たちのこうことをまあ一人一人いろいろ見てくれてて、こうチームとしてまとめ上げてくれてるし、その森さんに対する選手のこう忠誠心じゃないけど、森ファミリーっていうところにこうかける思いみたいなところがあって、でそれが俺の中でその2戦目外されたことによってなんだよって思ったこと自体も俺はまあすごく情けないとは思うね。まあ、それだけのそう思ってしまったことがあるってことね。うん、だやっぱりそれは、まあ、その自分でリベンジしたい思いがすごく強くてやれなかったっていうことがあって、ただただ後これも本当に後々プロ化に向けて日本が変わっていった時にあの森さんの存在が日本のサッカーを変えてくれたし、俺たちが作ってきた森ファミリーっていうチームが日本のサッカーを動かしたというふうに思ってるし、やっぱりそういうのはすごく感じるよね、うん、でもそれがでもね、そういう皆さんたちの悔しい思いとかはこうちゃんとなんかこうその後のね代表とかにこう面々とこう語り継がれていくような、それね七海博士がよく言ってるんですけど、そういうやっぱ思いをこう代表選手はいろんな話をこうロッカールームで語り継がれてきて、そういう思いも全部背負って俺たち戦ったって言ってたんですよ、うんうん、あのジョホールバルトも含めてね、うん、ドーハの話も含めて、でなんかそういう物語がちゃんとこう語り継がれてるなっていう感じがやっぱあるから、あれがだからなかったらドーハもねえし、ドーハが なければあのジョホールバルもないんだなっていうのがすごくわかる。だ だから水間さんたちのやつが出発点っていうかね、まあ、そうだね、80人の、うん、それこそ予選っていうのはそんなに語られてないよね、うん、うん、そうなんですよ、あのスペインのね、そう、まああの時もね川淵さんがそれこそ風間さんとか、うん、もう若いね選手たちをこう使ってね、金太さんとかっていうのもすごく魅力的なチームだったってよく後藤さん言ってました、ね、そう、金さんとかはもう早々に代表辞めたからね、うん、うん、そうっすよね、ああそうなんですよね、あれ本人が辞めたんですか、多分そうだよ、あ、そうなんだ。だって全然できるじゃない。そうっすよね。まあ若い頃から代表入ってるから、もうピークがとかっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど、俺たちは日産でやってる分、うん、めちゃめちゃすごかったからじゃないですか。まあまあそうっすよね。和志さんって1個しか違わないんだよ。だって。うん、そうっすよね。なんでなんですか。わ、知らない。それ聞いたことない。聞いたことない。あの人結構いろんなところに包まれてるかところが。
謎のベールが。そんなわけで、まあ、メキシコワールドカップ予選。すごいチームだったな。まあ、なんかね、ウィキペディアのいろんなページを読んでいてても、うん、ここでちょっと日本代表のなんか一回こうピリオドというか。そうだね、選手も次からはまた、まあ、やっぱり監督も変わるから、まあ、森さんがそのまま続けていたらまた違うかもしれないけど、多分森さんは森さんでけじめをつけてやめたし、うん、そうですよね。で、はい、その韓国戦2戦目終わって負けた後の、まあ、ホテルで打ち上げみたいなのやった時には、なこういうのって代表どうなのかなと思うけど、まあ、泣くんだよみんなやっぱり。あ、やっぱりこう成し遂げられなかったこともそうだし、まあ、このチームも解散だっていうこともあり、うん、まあ、プロだから泣いちゃいかんということもないだろうし、まあ、なんかいいチームだっただけにものすごくその時の光景みたいなのは、まあ、自分が出てなかったから、うん、悔しい反面また違う出れなかった悔しさ、あとは出場、ワールドカップに出場できなかった悔しさ、なんかいろんなこう感情の悔しさが俺の中にはあって、なんか素直に泣けない自分がいたかな。森さんとはその後水間さん話したんですか、そのこの件に関して、2戦目の件に関して。多分したと思う。あのはっきりは覚えてないけど、うん、自分で聞きに行ってるとは思う。やっぱり1戦目の結果だったと思う。やっぱり違う、まあ、アプローチで韓国に向かいたかったみたいな話をされたと、うんうん、もう絶対の選手ではなかったっていうことだから、多分。いやいや、でもね、そういういやね、それそういうわけでもないと思うのは、例えばワールドカップでも本大会で必ずあのそのスターで期待されるスターとかって紹介される選手いっぱいいるじゃないですか。だけど実際に本大会で活躍できずに1点も取れずにいなくなっちゃうスターとか山ほどいますからね。そういう最強のストッパーを水間さんにつけてくれ、うん、韓国は水間対策をバッチリしたっていう意味では、ある意味、うん、まあ、悔しさはもちろんあるけど、まあ、ある意味勲章でもあります。まあね、本大会でマラドーナにマークについたっていう、いや本当そうっすよ、ことからすると、うん、もうだってそこを抑えれば勝てるって思ってたからこそ、うん、そういう選手をぶつけてきてるわけだから。まあでもそうやってね、それぐらい本気だったってことですよ。いや、それそうだね、そうやってぶつけられてもね、今のこう代表の選手たちはどん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 そのヨーロッパのね、うん、強い選手たちを相手にしてもね、うん、抜き切っていくようなたくましさが出てきてるのでね、うん、嬉しいね。いやでもあの 10.26 があるから今があるんですから、本当に。でも 10.26 って本当に日本のサッカーに歴史化するとね、本当そうです。あれが始まりですから。いやでも本当オタクの皆さんに喜んでもらえて嬉しいですよ。大城さんは応援してたわけですよね、あそこ。そう、俺はだからちょうどだから85年だから、高校2年ぐらい。必死でしたよ、俺ら。本当に必死でした。いや、僕らからしたらワールドカップって本当に夢だから、日本人にとってはね、まあ、なんかワールドカップって見るもんだから、普通にね、うん、なんかあのこう。羨ましいって思いながら見てましたけど、あ、これ日本代表これ出られるかもしれないっていうところまで行ったってこと自体がもう僕にとっても大事件だから、もうそんなの。ただその後近づいたワールドカップはむしろちょっと遠ざかっていくみたいな流れになっちゃうわけですよね。あ、そうだね、まあ、その次は90年だもんね、イタリアワールドカップだもんね、はい、赤のユニフォーム登場みたいな。そこでも水沼貴史が一人奮闘するわけですよ。いやいや、一人奮闘して結果を出してればかっこいいけどさ、もう奮闘したけど、まあ、なんか中心なんだけど、全然ダメじゃんっていうのがさ、もうそれも俺、もう情けないことばっかりだな。ちょっとね、次、次回は、その、ガンとなってしまう時代、これは逆にほとんど語られてないと思うんですよ。あ、そうか。石井ジャパン、横山ジャパンのあたりを、石井ジャパン、横山ジャパン結構面白いですね。はい。